listening to Shibuya Cross FM. みなさまこんばんは。毎週水曜日夜10時から鳥羽あけみのミラクルクルクル。はい、そして今宵は皆さんがお待ちかねのフューチャリング with MC ミスティでこれナイスをお届けいたします。ウェイエイイエイ。おひさー、ほんとおひさーって感じ。おひさーって感じだよね。夏って感じですけど、ほんとに。そうそう、今日はゲストが、まあ、もうまずゲストを紹介しましょうか、うん、ゲストピアニストキッコジタマコ。ありがとうございます。はじめまして。タマコちゃん、はじめましてです、はい、よろしくお願いいたします。いや嬉しいね。11月初顔合わせよね。そう、ここもね、そうなの、そうなの。そして今日はなんとなくこう黒い人たちっていう、ね、本当だね。はい、ともこちゃんの今日はあのラッキーカラーがブラックということで、なんかそのまんま合っちゃってるってね。合っちゃった合っちゃった。いい感じじゃないですか。びっくりでございます。嬉しい嬉しい嬉しい。そうね、ちょっとこれあのうまく入ってるかな、どうかな、ちょっとやってみよう。はい、今日はね皆さんこうもうちょっとなんとなくほら後ろにこう映ってるでしょ。これね生でね、あのあれなんですよ、あの弾いてくださるし歌っちゃうし生でね。そうなの、すごいね。わざわざピアノを用意してくださったんですよ、ね、本当に見つくり。いや、よかった。本当に見つくりです。本当にあると思ってなかったんですもんね。そう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 本当にあると思ってなかった。しかもスタジオ勘違いしてまして、うん、まさかこんなに広いスタジオだと思って。あら、もう社長いらっしゃるんで、おおと思ってるかもしれませんね。こんなに素敵なスタジオだと思っていなかったというね、素晴らしい。置けないよ、あそこには置けないよってみんなに言われる。どこかと間違えてるから。どこだったんだ。あの渋谷クロス FM はこの素敵なサテライトスタジオから、毎日ね、いろんなゲストと、はい、パーソナリティでお届けしている素敵な渋谷のゲスト、ラジオでございます。イエーイ。はーい、なんで生演奏されるね、うん、ゲストの方がいらっしゃる方たちもいらっしゃってね、結構面白いあのラジオ放送が多い曲でございます。そうねー、うん、馬ちゃんが最初出演、ね、してってゲストに来てって言った時に、はい、馬ちゃん来るならピアノ用意するからって言った時に、うん、やったーと思ったんです、うん、みんなにそれ言ったらあそこには置けないみんなが間違えてましてよかったです、ね、よかった、うん、よかった。今までもね、バイオリニスト、うん、ギタリスト、うん、そう、MPC、ビートボックス、トークボックス、そう、はい、いろんな楽器来ましたけど、今回本物の88件のピアノは初めての登場ということで、私たちいつもよりスタジオのレイアウトがちょっとこうちょっとずれてんのよ、はい、ずれてこっち寄りなんですけどね、はい、もう感謝、私言ってないのに、前に馬ちゃんに話したことはあったけど、はい、88件を用意してねなんて一言も言ってないんですよ、なのに馬ちゃんは長いよね、これ長い、これピアノの尺と同じだけ鍵盤数が。そうなんです、あのグランドピアノと一緒に。うわーすごい、88用意してください。もうこれ全部全部弾いちゃうんでしょ、全部弾いちゃう今日はねこれ楽しみにしてます。なんかもう表にめちゃめちゃ今日ミュージシャンが来てくださってありがとうございます。これねやっぱりサテライトスタジオのいいとこだよね。ねねね、なんかサクッとこう寄ってなんかフラーみたいな感じで。しかも私が未来のゲストに呼びたいと思ってるミュージシャンは、うん、が今日この窓のガラス越しに来てくれているので。あらあら、そうなんですね、はい、ようこそ。イケてるミュージシャン、わわお、素敵。ということで今日もね、ともちゃんと一緒にあの音楽を届ける回なんですけど、実は私たちあの来週の月曜日にね、中目黒楽屋っていうところで一緒にやってる遊ぶっていう企画でね、あの第2回目の第2弾コンサートをさせていただくって。この間私行かせていただからね、あの時浴衣着ていらっしゃった、夏だったもん。そうね、そう、あの先週出てくださったループスさんが私たちの遊ぶのイベントのコーディネート、ヘアスタイリスト&着物の着付けなどのフルスタイリングをしてくださっていて、はい、前回は、ループスの着付けの三沢春菜さんが、うんうん、着付けをしてくださって、モダンに浴衣を着てみるっていうのでですね、かっこいい、はい、あの姿だったんですよ、ね、そうか、あれチラシが出るかな、
あ、出してくださるの、うん、あのね、素敵なチラシをね、もうどん、はい、そうなんですよ、これね、すごいでしょ、音だけじゃなくて、もう画像出ちゃったり、動画出ちゃったり、あ、出たん、あら、これが出ちゃった、はい、すごい、大丈夫よ、はい、そして、うん、そしてチラシがバンって出てくるんですよ、はい、ちょっと急に振ったんでね、あ、出た、 ました、ありがとうございます、来た来た来た、おしゃれなんですよ、このこのフライヤーフマシャン、この遊ぶの企画は私がチラシデザインさせていただいていて、はい、うんうん、もうちょっとしたら CM 映像を多分金曜日の夜ぐらいに出そうかなと思ってるんですけど、CM 映像も、はい、あの私が映像編集させていただいているっていう、チャチャチャってまたかっこいいのが出てくる、チャチャのよね、ちゃっちゃなんだよね、ありがとうございます、そうなのよ、なんかいろんな方に今まで本当にプロの方たちに作ってきていただいたことによって、うんうん、なんかこういうテイスト素敵とかってたくさん盗んできたのことを、なんか今あのコロナ禍でほら、あの前だったらミーティングとかでみんなで作ってたものが作れなくなったことで、自分の中でこう DIY する能力っていうのがものすごくついた中の一つで、このチラシ作り、映像作りっていうね、そのライブ会場に集えないので配信ライブで撮った映像をまた編集して流すとかっていうことをさせていただいて、随分このビジュアルの方もできるようになった、ね、もうどん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 なんかバージョンアップしてるもんね、バージョンアップしてますね、してますよ、めっちゃおしゃれですもんね、かっこいい、かっこいい、作家さんになったりとかしててね、あ、そう、なんで今の今出たフライヤーはトランプをイメージして遊ぶ、今回はあのプレイオアディールなんですよ、ディールってこうあのディーラーさんがディールでこう配ったりとかして、はい、まあ、自分の手元にいいカードを待つ、うん、待って配られるって意味もあるんですけど、うん、音楽って結構ジャズとかだと、はい、セッション的即興的感覚もあるので、お互いがものすごく駆け引きをしながら音楽してる部分っていうのがあって、なんで弾いてるの、プレイは弾いてるの、 それともこれは駆け引きなのっていうのを、そう、みんなに今回楽しんでもらおうと思って、そうで、私たち舞台って結構ディーラー、うん、カジノでいうとディーラーの立場で、私たちがどうカードを出していくかで、うん、客席の温度が変えられるので、まあ、いろんな意味のプレート、いろんな意味のディールで、うんうん、皆さんが最終的にこのコンサートの遊ぶ、何で遊んだのっていう答えを自分の中からディールアウト、うん、要するに自分の中で答えを見つけていただくとこまで含めて遊ぶっていうコンセプトで、今回はチラシを作ってみました。なんかそこまでね、こういろんなものが込められてるって、さすが、いや、なんかあの音楽とのビジュアルの違いが最近映像作ってて思ってるんですけど、うん、やっぱりね、ビハインドストーリーじゃないですけど、物語が見えるってすごい大事だなと思って、なるほど、ね、音楽だとこう MC とか、うん、いろんなことで綴っていけるけど、映像はやっぱそのストーリーがちゃんと見えていないと綴れないんだなと思ってですね、で最近自分でミュージックビデオ4本目くらいを作らせていただいて、はい、もう4本だったの、4本、あの一作はあの別のアーティストさんからご依頼をいただいてできたばっかりなんです、ものがあるんですけど、でもあの撮影からほぼ自分でやったのの4本目をこの間作らせていただいて、うん、3本目があの先月、はい、メタバースのコンサートで慶応義塾大学の皆さんに来ていただいた、ね、あの25分の体調編、うん、あの10月25日にあの自分たちで撮影も全部やりますって言ったのが、今日のお昼の3時30分から4時30分の1時間で人生初メタバースコンサートさせていただきました。いやお疲れ様でした。そう、仮想空間でのコンサート初だもんね。そうそう、全てが初、全てが初、うん、なんで今日はあのなんでアバターでその空間に入って全員でコンサートを楽しむっていうのが初だったんで、うんうん、あの私のアバターがオロオロするとこなんかもうちょっと今日は入ってる、持ってきてるよ。あ、やった、はい、あの出してもらいましょうか。うん、そうしよう、そうしよう、ね、せっかくなんで、だってメタバース自体もほらもう最新のね、そう、仮想空間に集まるっていうので、うん、で今回ご一緒した慶応義塾大学の方たちの経済学部のあの藤田先生のゼミと一緒にやらせていただいてるんですけど、感動から経済効果を作るっていう研究されてるんですよ、うん、すごいね、感動から、そう、人を感動させて喜ばせるっていうところから作っていくっていうのをね、考えてらっしゃるんですけれども、ね、来ましたね、これがメタバース空間ですね、はい、ここでうろうろしてるのね、みんな、はい、これフルフルして、ちょっとすっごい早送りですけれども、うんうん、あのこんな感じで人がどんどん来て、今これテスト運転で、うんうん、もうじきするとほら3、2、1ってイベントが始まりますみたいな感じで、はい、ここで実際に、うん、オペラ御柱のオケピの映像が出てきたりとかですね、してほらみんな走り回ってるでしょ、うんうんうん、ほんとほんと
あ、始まる始まるとか言いながら今ちょっと一緒に出てるこれで拍手をしたり、はいはいはい、自分のアクションをすることができるので、すごいの。ライブとかの曲が3曲ぐらいの間で、みんなが必ずヒューヒューとかパチパチパチとかしてくれて、うん、めっちゃライブにフィードバックが来る感じとかが、仮想空間すごいなと思って。でこれ実際にあの今回の企画、うん、イベント企画になってるオペラ御柱のどういう風に舞台を作っているか、コロナ禍なんで密にならないためにピラミッド構造でみんなをコーラ、はい、クワイヤーをレイアウトしたら、うんうん、めちゃめちゃ音が立体的になりましたって話とかしてくださってて、でこのオペラ御柱に合わせてね、うんうん、作った仮想空間の説明などをこの間来てくださってたの、はい、方たちもね含めて皆さんでね、うん、こんな感じでシェアしていただいているでございます。すごいな、はい、じゃあ実際にああいう風にリアルでも作って仮想でね、はい、出てくるんだもんね、はい、じゃあここからちょっと1分ちょっとですけれども、はい、うんうん、実際にあ見れるのね、はい、じゃあここから音を上げていただいてですね、映像の方がこれがコンサートであのかかってた映像そのままで、この最初の笛がですね忍笛ですね、あの八剣神社の宮司さんの忍笛でございます。なんか BGM もかかってるかな。プレイヤーオブドラゴンってことで竜の祈りっていう名前で25分の奉納演奏に、今みたいに自然の風景とかあの水の音とか実際の雨の音とか載せさせていただいて25分の作品を作らせていただきました。かっこいい、素敵ですね。ピアノの音も綺麗でしたね。ピアノの DJ ソウルティーさんが、はい、ピアノを弾いてくれています。はい、なんで今日はね皆さんに報告しないとと思って、うん、私がアバターでこんななってるよところもねちょっと見てもらわないとと思って持ってきました。ほやほやだものね。ほやほや、ほんと今日のお昼3時半から4時半終わったところだったんで、もうなんかもうギリギリまでいろいろ頑張りましたでも一番はやっぱ学生さんがもう始まるギリギリまでそのオペレーションっていうのと、何人その仮想空間に入ってくるかによってサーバーのね容量が変わるじゃないですか。なのでそこでどれだけ安定して皆さんにこのイベントを供給するかっていうこととかもギリギリまで調整されていて、早い時間から入っているとこうゼミの皆さんとかがこうマイクを会場のマイクを通して、まあ会場って言ってもメタバースね、仮想空間ですけど会場を通して司会されている姿などもね聞けてすごい面白かったですね。またまたどういう風に進んでいくのかっていうのが楽しみです。この間のケーブルテレビの記者会見なんかもさせていただいた時に、うん、なんかまた私たちとなんか学生の皆さんと今度はリアルにね音楽で絡んで何かしましょうなんてお言葉をいただきましたので、はい、これからまた楽しく、はい、芸術ミーツ経済学ということで、ね、できたらいいなというふうに思っています。ね、またその若い、ね、次世代のみんながそうやって中心になって、うん、作っていくっていうのがまたいいね。ねえ、すごい楽しかった。でその経済効果でいうとほらコロナも結構落ち着いてきて、私たちも ね、あのライブを結構やりやすくなってきましたけど、ともちゃんもお忙しいんじゃないですか。今はねちょっと忙しくなってきましたね。なんかのんびりした期間が長かったからちょっと目が回る感じだね。またちょっと ねスピードに、ね、乗るまでがアップアップな、ね、感じでね、うんうんうん、アップアップな感じが、うん、いやドキドキが多い。
いいなぁ。こうやって音楽とかが復活してくると、うんうん、まあなんか街もちょっと人通りも多いですね。今もあのスタジオに皆さん来てくださってますけど、ハロー。そうなんかね、やっぱり外国の方々もね、やっぱりだいぶ入り始めたので ね、なんか活気を取り戻してくると、うん、なんかちょっと懐かしさとかないです、ね、ありますね。そうだったな前はみたいな ね、もう電車のね、なんか乗車率がどんどん上がってるから、わかる。私一昨日久しぶりに満員電車に乗ってびっくりしちゃった。あ、こんなんだったと思って。こんなにってすごいよ。こんなに近づいてたっけって思うのよね。もう密っていうよりは、はい、なんかもう接触だもんね。そう。本当に。怖いけどね。まあでもなんか免疫もついてるんじゃないですか。私たちもみんないろいろ。だからなんかこう、はい、情報交換をするために触れ合っていくスタイルみたいなってますけど電車で本当ですね。じゃあのせっかくなんでお便りも触れ合っていきましょう。ちょっと行ってきましょうかね。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。急に寒くなりましたね、はい、我が家の庭には何本か落葉樹があり、紅葉がとても綺麗ですが、その分落ち葉もすごいので、はい、今日は夫と落ち葉の掃除をしました。あー、なるほどね。8つの大きな袋にすごい、すごい、ぎゅうぎゅう押し込んだところで力尽き、今は体のあちこちが痛い。マリピーです。先ほど足出てました。マリピーです。マリピー、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、さてさて、はい、今夜のゲストはピアニストのトモさんですね、はい。一難の配信ライブで聴かせていただいているトモさんのピアノ、本当に素晴らしいのですが、それだけでなく相手がやりたいことをテレパシーでも感じてるかのように分かり、ね、ピアノに乗せてしまうその才能に毎回感動します。嬉しい。息もぴったりな2人のライブをいつか生で聞きたいと思っていたのですが、やっと実現します。21日楽屋に行きます。今からそわそわワクワクです。よろしくお願いいたしまちゅーってなってます。お待ちしております。はい、ね、モリピーいつもありがとうございます。はい、そしてもう一ついきましょう、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。私事で恐縮です。まさに今日はナイスな日です、はい、もはや準レギュラークエスチョンマーク、別件のセカンド EP 存在証明のリリース日、宣伝をよろしくお願いします。そうだそうだそうそうそう、存在証明、久しぶりに EP が出たんですね。うん、あの大阪のこうちゃんですか。そうです、ね、あら、もうすごい、もうほら、維新で維新だから私たち、うんうんうん、そうそう、今日先月10月15日のイベントの宣伝で出てくれたベッケンがね、はい、久しぶりに EP 出したの、うん、あら、今年になって、アルバムを出して、はい、そこからの久しぶりの EP で、うん、実はミュージックビデオの方もね作成中で、はい、この間ちょっとメールのメッセージのやり取りをしたら、はい、忙しい中でいろいろ他のラジオ局さんとかでもね取り上げていただいたりとかしながらね、うん、頑張ってるみたいなんでね、ぜひ爪痕を残していただきたいと思います。なるほど、なるほどね。存在証明のリリース聞いたとき、ああそうね、この前パワーズで見ていただいてますね。すごいかっこいい、素敵な方ですね。そうですか、まあね。そしてあのコウさんが本日のゲストのあのキッコージさんピアノ弾き語り、なぜか幼稚園の先生を思い出しました。なんでかわいいね。ここで質問、はい、季節は冬になります。皆さんの冬の歌とは。乱文失礼いたしましたということなんですが、うん、皆さんの冬の歌って何？なんか音楽家冬っていうと結構クリスマスにめちゃめちゃ仕事を、ごめんなさい今さん、その通りだよね。もうやっぱりそうなんだ。クリスマスから別にバレンタインデーの曲じゃないのに、うん、マイファニーバレンタインまで2月まで続くイメージが私の冬かも。どう、ともちゃん。もう本当にまさしくそれ、もう冬といえば、ね、クリスマスです。あ、そうだね。まあね、なんかもう最後の12月の、まあ、25日までの最後の10日ぐらいで何回サイレントナイト歌うのっていうか、あ、なるほど。まあそうだね、そうだね。クリスマスは ね、本当にクリスマスまで。冬は本当クリスマス、ね、そうだね。やっぱりもうメインイベント、もうそれだけだね。なんかそれ一色、ね、アメリカとかだとサンクスギビングっていう、うんうん、あ、そうですね、あ、ハロウィン、サンクスギビング、クリスマスだけど、うん、日本はこのサンクスギビングがないので、ないから、ハロウィンが終わったらいきなりクリスマスなのね。
もうジングルベルかかってますからね。そうで頭の中でなんかもうアメリカの感覚がありすぎるので、うん、12月の感覚になってもう暦見るとまだ11月なんでってちょっとなんかこうあの頭の中がカコカコカコってなるのがだからすごい来ちゃうのかもね。もう早いじゃん、もう11月になったと思って浜ちゃんとのライブまだまだと思ってたら、うん、そうよ、クリスマスソングかかってるもんね。あら、そう、まあ、来週だわ、クリスマスかかってるわ、もう早いわ ね。でもさ、そうするとクリスマスソングの中でこうお好きな歌っていうのは何ですか？あ、なともちゃん何が好きですか？私はにも定番なザ・クリスマスソングが大好きです。あのメルトーメのナーロセタナーのトモちゃん歌ってって感じ。あ、やりましょうね、やりましょう、クリスマスの時にやりましょう、絶対やってって感じ。そしてミスティはどんな？いろいろ好きなんだけれども、タタタララ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 とか、あのメロディー動くものラあのね、メロディーが動く曲がすごい好きで、あとあのリトルセイントニックとかビーチボーイズとかがクリスマスソングを書いてたり、当時ね、70年代80年代ってこうアーティストがクリスマスソング書くっていうのが流行った時代、また90年代だとほらマライア・キャリーさんの、あれはね、もう本当に多分ベスト5に入ってますね。ワムと、そうワム、ワムと、あ、そうだね、ワムラスクリスマス、そうそうそう、それとマライアと、あと山下達郎さんから、ベスト3かな。懸命は来ない。なんでふまこになるみたいな、ふまこママみたいな。そうなんでね、あのクリスマスといえばみたいな曲がまあいっぱいあるんですけど、実は12月24日に、うんうん、あのクリスマスは今年ともちゃんと一緒なの、私たちイブの日に長野でライブするんだ。あらあらあれ、そういえばさ、いっぱいできるんだから、去年は25日だった、去年25日だよ、ね、去年は25日にキーコと塩尻レザンホールっていう大ホールでさせていただいて、今年は24日のクリスマスイブに。あら素敵、来る、来てね、ちょっと考えとか、ちょっとスケジュールチェックして、すごい素敵なとこだった場所を見たら、ま、じゃあまた違うとこなの？ディナーショー、今回はディナーショー、今回は、はい、あの、あらあらあら、この間ななこちゃんとかとセッションイベントさせていただいた、アットギャリーのイベントさせていただいたケイトで見た、それ見てた私、今回はあそこでディナーショー、あらまたそれも素敵ね。そうそう、アットギャリーのイベントの時にあの皆さんチラシで紹介させていただいたベーシストの、あの小泉ピーちゃんが実は今さっきこのラジオのとこを通っておられ たの、はい、あら素敵な方でした、はい、ピーちゃん、めっちゃ素敵な方。そう、私がもうクロス FM で激推ししたいミュージシャンのうちの一人なので、うん、またね、近い未来にちょっとお話しさせていただいて、うん、すごいね、素敵な方、ね、もうすごいですよ、あの聞いたらひっくり返る、うん、グラミー受賞アーティストとかのサポートメンバーとかもされてますから。そう、本当これなの。いや、うまい。いや、びっくりしちゃった私、はい、なんで皆さんこの辺も楽しみにしていてください。ね、素敵な方ですよ、ね、全然偉そうじゃなくてね。あ、ご本人が、ご本人があそこになっちゃう。まさか、まさか、もうナイス、ナイスです、ね、ぜひスタジオの中にもね、よかったら、お顔出してください。はい、後ほど、はい、ね、後ほど出ていただきましょうよ。いつかなんか今度ご一緒にやられたら、すごいんじゃないの。あ、ちょっとね、はい、ピジャマスさんから、 あ、お便り来た。あ、ピジャマスさんが今ね、ピョンと来ました。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。オンタイムで見てます。ありがとうございます。ハマシャン、ハマシャン、ピザマスです。ピザマシャン、トモシャン、マイクもうちょいオンマイクでお願いします。ごめんちゃ、これどう。あ、結構そうか、ハマシャン見てたら近いなと思ってたけど、このくらいなんですね、うん、はい、あ、聞こえてなかった、入りましたね、うん、あ、いい感じですね、あ、いいです、はい、ピザマスさんこれで OK。 ピザマシちゃん、さすが、ありがとう。あら、もう素敵、もうね、皆さんも応援メッセージね、30分、あ、まあそうだね、あと7分ぐらいでね、はい、もし送ってもらえたら嬉しいかな、はい、お待ちしております。件名、はい、にはこれナイスを間違いなく記載して送ってください。そうです、 info at mark 渋谷クロス FM.jp です。お待ちしてます。やった、今のピジャマスさん実は、うん、あのピザハウスをとどろきでされていて、セカンドハウスっていうところでめちゃめちゃピザが美味しくて、もう大変ですよ、マシアンが歌まで作ってくれちゃって、本当なになになに、ピザ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 、もうそれ最高、面白かったの、へ、全部のメニューをね、うん、
あ、そう、歌ってくれたの。マイフェイバリットシングって、うん、あのサウンドオブミュージックの中にね入ってる、あのそうだ京都行くの CM で、あれこれに乗せたら、私が適当に弾いてたらふまちゃんがそれに乗せて、お品書きを読みながら歌にしてめっちゃ面白かったの。全部メニュー全部マルゲリータから何から何までね、はい、でどんどん私の好きなメニューに行くとめちゃめちゃ説明が多いみたいな、食べたことないものはさらっとするみたいな、とっても美味しいんですよ、食べたくなるね。もともとご両親が中華料理屋さんをされてたことで、うん、ピザハウスなのにある餃子がまたすごい美味しいっていう。今度行きましょう、とどろ行きたい行きたい、ぜひぜひぜひ、はい、じゃあピジャマスさんのところにね、はい、そのうちお伺いね、はい、させていただきましょう。お便りありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ね、こうやってく、ね、ピョンとくるの生だからすごくないですか。嬉しい、さっき本当に始まる寸前に告知して、うん、はい、どうやって見るのなんて ねそうそう、やってくださって一生懸命にね、わかんないから説明して、うん、はい、私がわかってないから。私たち17ライブっていうねライブ配信ツールでやってて、はい、実は毎回ラジオが始まるまでの10分間ね、うん、このラジオ告知を、うん、あの17配信でさせていただいていて、そこで今日はともしゃんもライバーさんなので告知をしてくださって、その中で、うん、もうあけみさんがホームページを見てながら、うん、はい、この再生ボタンを押してくださいとかってなってて、もう素晴らしい、それで来てくれたの嬉しい ねそこからお便りありがとう。でも偉いよ、ピザマスちゃん偉いよ、もう最高です、ね、なんでともしゃんにとっての、うん、もうともしゃんにとってホームグラウンドでね、そうなんですよ、ね、毎月ライブをやってて、あ、そういうことか、毎月やらせてもらってて、うん、最大の応援者、皆さんかね、お便りありがとうございます。こうやってアーティストの皆さんを拝見していると、ほら応援者ファンの方々がね、はい、こうメッセージらやらお土産らやらなんかこうなんかやるじゃないですか、うん、ああいうの見てるとなんかこう感動しちゃう、なんかこう応援のそのなんか気持ち、うん、愛だよ ね愛、愛、はい、愛、本当に愛、それしかないな、本当にいいことをしてる、愛しかないと私も思ってます本当に、あとご縁とね、マシャに会えたのもご縁なんで、ね、やっぱり17ライブで17ライブで、あ、もうびっくりしちゃって、マシャに会った時に、うん、こんな人いるのと思って、へ、こっちもこんな人いるのって感じだったの、うんうん、これで、ね、もう本当にびっくりして、マシャを最初に聞いた時に、へ、かっこいい、こんな人いるの、うん、みたいな。で、私はともしゃんの配信見に行った時に、うん、私ピアノがファースト楽器な、一番最初の人生初の楽器体験ってピアノだったんですけど、はいはい、楽しそうに弾くと先生にすごい怒られるのね、うん、日本のピアノ先生ってもっとちゃんとこういうふうにほら卵を落とさないように弾きなさいって言われていて、でも私当時こうやって弾いてて、可愛、うん、いいそんな子供な感じ感じでしょ。で、泣く泣くたくさんの先生が辞めていったっていうね、逸話があるんですけど、先生が辞めていった、ともしゃんが辞めてないの、私は先生が辞めていったっていう話があるんですけど、ともしゃんのピアノを見た時に、うん、そうよ、ピアノってこうやって弾かないと楽器が一緒に楽しめないよねって私が思ってる感じで、ともしゃんもピアノとワルツとかあのスウィングを踊ってるみたいにずっとダンスしてるの、指が。そこにもう配信を見て惚れて、一緒になんかしたい出すって言って、とどろきのピザハウスセカンドハウスに押しかけたの。そう、マシャが来てくれて、あ、でも一番最初はワンダーウォールだ、そうそうそう、一番最初サプライズでライブ見に行って、その間に、はいはい、その後に一緒に何かしたいって言って押しかけさせていただいた、ね、それね、もうふましゃが即興がもう得意だから、そうね、まあ、何でもいいみたいな、何でもいいからっつって、それでいきなりもうそのメニューを見てね、本当にそのメニューでふましゃが歌った時はもうお笑いと感動ってこれだなみたいな、だから感動があるんだけどお笑いもあるんですよ、うん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 、なんかやっぱ面白くないとね、2つってすごくないですか、うん、感動だけじゃなくて、ね、笑いがあるっていうね、うん、やっぱり、ね、音楽と音楽しむって書くじゃないですか、そうそうそう、楽しむ部分って、うん、結構シリアスに一生懸命歌ってる頃って出せないんですよ、うん、私もだから10年前は、うん、音に一生懸命だったから、楽しむっていうことは今ほどできてなかったかも、ね、その時もあるよ、いろんな人に教えてもらって今の今日の私があるだからね、マシャン、そうなんだ、その時はただあただよ、あただよ、ちゃんとあただよ、なぜか不満も登場してます、私ね、もう若かりし頃っていうのがあるからねそうなん、今のマシャンばかりかと思ってただよだからそれで自分の映像とかほら聞き返しっていうのをミュージシャン必ずそれで見てて、なんか違うなって思ってた時に、やっぱり私自分がこの曲を選んでる時にやっぱエラ・フィッツジェラルドとかサラ・ボーンとかのライブとかを聞きながら、
この素晴らしい音楽にそれこそ感動と楽しさがあって、うん、表情だったりとか、うん、動きだったり、うん、お客さんとのトークだったり、うん、全てにおいてこうルールがあの線路はあるんだけどルールがないっていうかね、うん、それを見た時にめちゃめちゃ感動したの。脱線しないんだけどめちゃめちゃ楽しいね。右手をご覧ください、左手をご覧ください、もう車掌室にもお入りくださいみたいな。線路はあるんだけどね、うん、っていうのが素晴らしいですね。脱線しないっていうのが、そうなんで今日も、うん、あのともちゃんピアノがあることを本当に、うん、あのご存知でなくいらっしゃったけど、はい、私たちがやってるジャズって音楽って、うん、スタンダード要するにお箱とか、うんうん、もしくはあのいつものナンバーっていう曲があるので、うん、全然打ち合わせがなくてもじゃあこの曲やってみますって言ってできちゃうのがこのジャズミュージシャンのいいとこなんだよね。かっこいいんだよね。そう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 、今日やるんだみたいな感じでびっくりしてしまって、やるんだって、ふんふんふんって、それでもう終わっちゃったもん。いいからなんでもみたいな話なんだよね。ねなんもないよみたいな。じゃあせっかくだからやってみますね。あのねピザマスさんがね、はい、お店の紹介ありがとうございます。これからの季節カレーうどんも用意しております。ちょ、はい、あ、ふまちゃんどうぞ。聞いてない遅いよそうなんだね。面白いな、告知ありがとうございます。面白いなピザマス。じゃあカレーうどんが分かったところでじゃあ、はい、行っちゃおうかな。行きましょうか、はい、お願いします。じゃあ、移動するので、うん、そうですね。じゃあ私こっちに移動しようかな。もうすごいかっこいいんだけど。はい、今準備中ですけれどもね、もう即興でわお、いい音、いい音。じゃあトモちゃん何しようか。さあ、それではその曲についていきます。じゃあいいよ。You are with me. I don't let them, goodness knows, 'cause you're my honey sucker rose. Oh, when you're passing by, flower drop on sight, and I know the reason why. You're my sweeter, goodness knows, 'cause you're my honey sucker rose. Oh, don't buy a sugar, 'cause you're just gonna have to touch my cup. You're my sugar.The sweet wine to stir it up. When I'm taking sip from your tasty lip, sip the honey fairy drips. You're my sweeter, goodness knows, 'cause you're my honeysuckle rose. Tomo Chan. Where was your jealousy? When they see you out with me, don't you gonna blame me on sometime? But you're my honeysuckle rose. Oh, when you're passing by the flower dropping sight, and I know the reason why. You're my sweeter, goodness knows, 'cause you're my honeysuckle rose. Oh, all the dub every day. Oh, baby, just gonna take up cup. 'Cause you just have to touch my cup. You.My sugar, it just won't just wet it up. And I know when I'm passing by, the flower drop inside. And I know the reason why. You're my sweeter, goodness knows, 'cause you're my honeysuckle rose. You're my sweeter, goodness knows,
Cause you're my honeysuckle rose. You're my sweet goodness knows. Cause you're my honeysuckle rose. Do da ba do ba 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 do. Yeah 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 yeah.はい、ファッツボーラーというピアニストのハニーサックローズという、ね、名曲をお届けいたしました。じゃもう一曲ぐらいちらっと遊びましょうか。うわー嬉しい。じゃあちょっと何でもいいよ。じゃあトモシャンが今から出す2コードで私はジャズっぽいことをして遊ぼうかな。外はもう秋になって風は冷たくなって木々は色を変える。赤、黄、茶。でもまだ緑のまま。山の中で立っている木もある中で、私も街の中を歩きながら一本の木のように感じる。風の音、風の香り、足音が刻むリズム。どこまでも行けそうな。It's gonna be the season that it is. It's just gonna be better than anything that you have. Oh, the better than all the sweetness with the time you have.I see the sky, and high up there you're gonna show me the season. It's a changing round. I just see the colors all fall like a rainbow. It must be the light. 色とりどりに光る世界。君と僕の目の前に広がる秋が向かう冬の先にこの手をさそりながらポケットに入れたりして歩こうドゥベルディダンドゥダンドゥダバドゥディドゥドババ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 バシャシャバルドゥパプラパプパイドルルドゥボルドゥルバディ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  Better than anything I like you a piano Better than anything I wanna have it's a music Better than any of the thing in this world I just in order to singBecause the world is filled with the music. Do do ba 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 da da ba ba da da ba 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 ba. どれから始めてどこへ行こう。どれだけの音を紡ごう。今夜はどこまで行こう。Till you feel the air like a wind.ありがとうございます。ピアノキーコンチトモコ。ありがとうございます。すごい素敵だった。イエイイエイ。本当にかっこいいな。もう二人の息ぴったりね。ありがとうございます。これがね、はい、こんな感じでね、改めてピアニストキッコジトモコことトモシャン、イエーイ。ボイスは
ふまシャーン、ありがとうございます。やっぱりプロだよなって。なんかジャズって音楽って、うん、私ちっちゃい時擬音でね歌ったりとかしてたので、なんか大人がブランデー片手に聴く音楽ってイメージがあったので、確かにだけど、うん、あのアメリカに行ってそのゴスペルの教会とか行ったりとかすると、ブラックミュージックと言われるあの黒人の音楽って生活の中にある音楽なんで、うん、人間の心模様の汚いところも悲しいところも苦しいところも全部音に変えて言葉にして消化してるみたいなところがすごく好きで、なのでともちゃんのねピアノと歌うと、なんかどんな悲しい歌でも歌い始めてどんどん楽しい方に行くので、そんな時もあったけどやなみたいな今はみたいなところまでこうストーリーを作れる感じがめちゃめちゃ楽しいので、この2人では2プレイヤーズっていう、その演奏者のプレイヤーズ、そして遊び人のプレイヤーズっていうのをね入れて、はい、デュオをさせていただいているので、来年はなんか作品作りたいよね。待ってる待ってる、絶対やりたいですね。なんか面白いんですよ、ウマさんだと 何でもありだから、どんなことをしてもいいから、逆についていくからいいよみたいな感じなんで、はい、やっちゃうぞみたいな、なんかことができる人ですね、めっちゃ楽しい、すごいすごいと思う、耳がいいから、ありがとう、すごい反応がね、うんうん、最高。あとほら川も、うん、こう防波堤を作っていくと川って、うん、確かに巡航はしていくけれども、うん、例えばほら災害があった時に溢れちゃったりとかして、うん、そこ巡航行かせたことによって遠い将来で何かが起こるかもしれないけど、うん、水って自然のまま流れるままにしておくと、うん、雨が降っても自分でこう広がってちゃんと土に帰ってっていう風になって、音楽も一緒で、この溝の中をこっちのゴールに向けて走っていかなきゃいけないっていうこだわりを、うん、演奏中に一人でも持っていると、うん、災害が起こることあるよね、うん、なんか事故った時に、うん、あのこれを事故として楽しめる人と音楽やると、うん、うまくいくんだよね、うん、なるほどね、うまい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 、そう、ね、でもそこに、うん、いやこの川は、うん、この設計中こういう風に防波堤を作ってって思う人が一人でもいると、そう大変なんだよね。そうしたらもうダメだと思う、うん、多分こっちもダメだしお客様もダメで、うん、だからあの、うん、トモシャンとの演奏はなんか本当に大きな大草原の中を源流が流れてる感じで、雨が降って増えたら川が広がって、うん、また晴れたら戻ってくるみたいな感じを2人でワンセットのライブで作れるのがめちゃめちゃ面白いところかな。本当に面白いですね。それをあれだね、生でそのライブの時の楽しみだね、みんなが、うん、それはね本当に面白いと思う。で本当にその事故を楽しめるっていうのが私はその音楽の楽しいところ、で私も完璧じゃないし、うん、であのどんなに練習しても舞台の上には魔物がいるってことがあってですね時々その魔物が遊んじゃうんだよね、一緒に出てきて、うん、オラとも遊ぼうみたいな出てきちゃうだけは。でその魔物と遊べるかどうかっていうことも私はすごいそこ楽しみたいと思っていて、なるほど、ね、魔物が出てきた時ほど、うんうん、なんか私は結構神様が今日は自由になっていいよっていう、うん、なんか背中を押してくれた気持ちになって遊ぼうと思って、ともちゃんもね、そういう時に行くぜって感じで分かんなくなっちゃったからもういいやみたいなでもまだ、はい、もう分かんない、コードも分かんないからもうできてもねみたいな、本当にそんな感じで、それを楽しめることが大事だよねそうそうそうなの、そうだいいよみたいな、ふまさんだと、うん、そうなんだ、だからね、うん、そんなねリスナーの方がね、はい、いつもあの聞いてくださってるパンダさんなんですけども、ふまさんのとこんばんは、なんと今夜は素敵な生歌、装いもお揃いのブラックなんですね、あ皆様のこの冬のお楽しみって何かありますか、この冬のお楽しみ何かありますか、はい、やっぱクリスマスイブのトモちゃんとのライブじゃない、本当にそう、やっぱり音楽が人生だから、うん、やっぱりライブ、トモちゃんとの20あの8日はめっちゃ楽しみ、ね、あの頃はもうすごいライブが集中してるんですけど、うんうんうん、めっちゃ24日楽しみ、ね、24日私もすごい楽しみにしています。そうね、それとその冬って結構音楽家にとって制作期間だったりもするじゃないですか、うん、動きがちょっと鈍くなったりとかする時なので、 なんかそのあたり使ってね、なんか作品撮りたいです ね、 来年もね、だからね、うん、今年もスミラちゃんとやろうって言ってたんだけど、お互いにめちゃめちゃ忙しくなってしまって、はいはい、どっちも合わせられないみたいな、うん、どっちかが合わせてあげればいいんだけど、どっちもできないみたいな、合わないみたいな
来年だなみたいな。でもそれこそ本当神様のタイミングで間違えて、やっぱりこうタイミングを違えるって書くので、うん、やっぱりタイミングがこうね間が合ってると何もかもうまくいくと思ってるので ね、その間がやってくるのを待てるのもまた最高のパートナーを持ってるからできることかなっていうふうに私はすごく感じてます。やっぱりこう気が熟すというか感じながらね、やっぱり全てがこうタイミング、タイミングですね。慌てなくて大丈夫、ね、本当ね無理しても良くないからね、やっぱタイミングです ね、だからこう、ね、やっぱソウルでつながってる、魂でつながってる感っていうのがあるとね、はい、その辺は焦らないでいられるかなって思ってるんで、うん、あいいな。やっぱそういう方々とこう出会えるっていうことが、まあ、求めてるから求め合う人たちがこう会うんだろうけど、素晴らしいことですよね。でもあとは音楽はその自分の演奏の中にそれがあることによって引き寄せますよね、そういう曲を弾いてた後に実は自分こういう楽器やっててこういう感じで今度やりましょうわーって言ってなんかミラクルなライブが起こったりとかね、しますもんね。そう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 、それもある絶対ある引き寄せの術というか、あのね、そうだからこそこうそこを整備しないでいきたいなって思って。でも線路はあるんだけどっていうところが大事なんだよね。本当めちゃくちゃ流れてったってるわけじゃないっていうね、そのあるこれはあるんだけどその中で遊ぶ自由に、はい、あでちゃんと帰ってこれる、そうそうそう、帰ってこれる、どっか行っちゃったもあるからね。本当に分かってなくて適当でいいからってよく言うじゃないですか、はいはい、適当じゃないでしょ、適当じゃないんだけど、適当でいいからって馬車もよく言う、はい、適当じゃないんだけど適当なんですよ、適度に当たってるっていう感じ、適当でねでも脱線はしてないっていう、そう本当に適当やっちゃったらめちゃくちゃになっちゃうんだけど、いやもう本当に適当でっていつも言うね、適当ですごい嫌な思いしたことが過去にあって、あそうなんだ、本当に適当すぎちゃってわお、どこにも行かないの、ABC なんだけどどこにも戻らないみたいなこと、ほんとなんかさ、それでも行けちゃう、あとさ残り4分なんだけどさ、素敵な素敵な仲間たちがちょっとここ乱入しちゃう、あーベイビー、ぜひ開けるカモンカモン、オープン開けゴマ、はいオープン、開けゴマどうぞ、あーやった、さっき出会ったピーさん、どうぞ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 、来ちゃって、そしてみんなも知ってるソウルシャンだよ、これはそれはダメでしょ、これは隠してください、これは隠してください、ようこそ先ほど私が話してたベーシストのあのピーちゃん、あ、ピーちゃん映るかな、映るかな、ほら映る、あ、ちょっと映った、そう、ここだから、ここだから、ここに、あら、すいませんね、それの衣装映んないよ、それだと、あ、映った映った、大丈夫だ、大丈夫、映った映った、大丈夫です、結構内枠みんな知ってる人多いし、すごいね、もうなんかこう急にここの温度がうわーって上がりましたね、偉大なミュージアムばっかり来てるんですけど、もうびっくりした、まずはあのこの番組初出演ですね、はい、小泉佳人さんことピーちゃんです、ピーちゃんこんばんは、お願いします、あマイク入ってないかな、うん、入ってない、あどうかな、これね、はい、マスクしてるからかな、もしもし、ああ聞きましたけど、やっぱりマスクだと思います、もしもしって電話じゃないんだから、ね、私もよく言う、はい、もしもはい、あのベーシストのピーちゃんとはもう私も結構長きにわたって、はい、セッションっていうその即興ので曲を作っていくイベントってご一緒させていただいてるんですけど、この間ここでも CM させていただいたアットギャリーのイベントでもご一緒させていただいて、ちょっと来年はゲストでと思ってるので、うんうん、あもうぜひお待ちしてます、喜ぶ、はい、いつでもお待ちして、イエーイやったー、ピーちゃんのソロアルバムも素晴らしいので、去年1月に出しました、うん、はい、なんかその作品からの1周年記念みたいな形でもしよかったらライブしがてらね、来年遊びに来てください、はい、お待ちしてます、ピーちゃんです、そしてお隣は、うん、あの先月でしたっけ、 あのね、あのバタバタって、そう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 、あの放送最後3分ぐらいで駆け込んでライブをした、はい、トークボックスの Now Right Now、 ありがとうございます、お疲れ様です、今日はなんか落ち着いてるね、そう、あの日宣伝したアルバムが一応16 11月の6日にリリースになりました、ありがとうございます、おかげさまで、おかげさまで、またワールドチャートでいいとこまで行ったんでね、もうおめでとうございます、さすがです、そして今のね、まだまだ鳴ってるトラックとかもね、あの作ってくれた DJ ソルティーです、ソルシャー、はい、もういつもありがとうございます、ありがとうございます、さっきのメタバースもめっちゃかっこよかった、かっこよかった、ありがとうございます、ギター
神社でね寒い中やったんですよ、あれね、うん、あ寒かった、そのまま収録ですから、あれ、すごい綺麗だった、美しい音が綺麗だった、いやもうね、しんしんとした感じのね、うん、だから良かったのかもね、染み当たる感じですごい綺麗だった、そうじゃん、素晴らしい、しかも奉納演奏即興であれやってて、うん、25分のコンテンツなんですけど、うん、時計走らせないで用意ドンって撮って、うん、音が切れるところまででちょうど25分00だったの、もう最高、なんか鳥肌なんだけど、神がかってる、神がかってるね、さすが神社みたいな、そうそう、だからもう神様に任せてみようって言って、うん、今回全部フリーでやったらなんかそんな出来でやれるなと、また全編公開したらね、うん、また皆さんにもご報告させていただきたいと思います、待ってる、楽しみですね、やったそんなちっちゃな声、ありがとうね、ありがとうね、なんかさ一番アナウンサーっぽい格好じゃない、本当そうですね、スーツで、ね、6秒、はい、あと6秒だ、はい、じゃあ皆さんまた、来週もね、あの来ますので、23日も踏まきますので、はい、遊んでください、こっちに向かってさよなら、ありがとう、ありがとうございました、たくさんのゲストでお届けします。